今日の私のハッピーポイントを発表します。今日は幼稚園の方で来年度の入園に向けた幼稚園の説明会の方がありました。お天気もすごく良くて暖かい中、たくさんの方が来てくださいました。熱心にすごくこう説明に耳を傾けてるくださる保護者の方を見てすごくこう嬉しくなりました。またお子さんを連れてきた方もたくさんいらっしゃいまして、託児の先生に聞いたところすごく楽しく遊べていたよということも聞かれました。たくさんの方が来年入園してくださるといいなと思いました。以上です。ありがとうございました。